いらっしゃいませと言いたいと思います。これはブルーカンパーしておりますけれども、ご覧ください。はい、お酒のポストカード、全部、米城さんの時期なんですね。そうですね。ここからも、まあ、何人もありますけど、そんなに運命なくて、このように感じるわけですね。精神の四代目の猿之助の肉体を使ったらどういう風になるかということでございますので、多分に四代目の猿之助の色が入ることになるかと思います。困ったことになったな。おじである三代目市川猿之助が創設、現代語を用い最先端のステージテクニックを駆使した新時代の歌舞伎、国内外で高い評価を得たこの舞台、私が猿之助を襲名するときに金次郎までの記録を残すところということで、その DVD やら、まあ、グッズですね、あとは歌舞伎関係の資料ですね。写真が大きく飾ったってものすごいなかったですね。嫌なんですよ。でもこういう本当の顔が卵型で目が涼しい人タイプなんで。じゃあ今度これこの格好して。よかった。こちらにあるのはこれは何ですか。これはね、おしぐらと言いまして、いわゆるね、魚でいう魚拓っていう。魚拓。それの顔版のガンガンタクって、これいつのこの綺麗に撮れるものですか。これはですね、お化粧をして実際に舞台を務めた後で、汗でお城へが浮いてきて、なんでお城を塗って化粧してすぐ撮っても全くつかないんです。
並んできて、はいはいはい、ムジラクというか、そこの汗の部分だけ色が変わってくる。へー。で、僕が主演の時に福山さんがそのクマドリルを使ってデザインなさった。これのことはスクマドリルって言ってたんですよ。あのドンチョウみたいなやつの真ん中にあったのがこれですよね、はいはい。じゃあその代々桃高屋さんのデスマスクみたいなものなんですかね。そうなんです。だから顔がここにね、あったと思う。これが、うん、これはまあ亡くなった時に出た、これが装飾の間取りですよね。こんなに綺麗に綺麗に残ってますね。本当ですね。残ってるんですけどね、いろいろと面白いですよ。もうたくさんとつって多分毛沢東の横に立った人で一番派手な格好してました。確かに金持ってたら一切よりわし。この後衝撃発言連発、猿之助の赤裸々トーク。化粧なんで変わるよ。マイナス5歳肌、乾燥肌が変わった。朝ついて今日無理と思っていいのに、粉っぽくならないの。化粧前で変わるよ。マイナス5歳肌。プリマビスタ。化粧前で変わるよ。マイナス5歳肌。寝不足の朝が変わった。乗らないかもなって日もピタッと乗って仕上がりプルン。化粧前で変わるよ。マイナス5歳肌。プリマビスタ。髪、ちょっと触ってみて。指通った。通らなかった。実は健康な髪でいるために大切なのは絡まらないってこと。新しいエッセンシャル、絡まりストレスから解き放つ。3回驚く指通りで髪思い通り。僕は新しいエッセンシャル、この指通りありなし試してください。それではですね、今回はこちらにありますホームレスとか障害者の方々から集めた語録をもとに猿之助さんの生き方に迫っていきます。どうですか、生き方？これまでの語録から市川猿之助の生き方を紐解く。おお、ね、はい、読みますよね。読みましょうかね。もつれたらずで、もう使い切れないぐらいたまっていくわけだ。何が見てるのか。いや、これはね、どうでしょう。僕は浪費癖っていうだけをかっこよく言ってると思うんですけど、そういう話なんですけど、地方行った時にお前どこの回ってやったって言われて、もっといいとこ泊まるって言って、そこも変わらないし、そんなもん、武士は食われる高いおじだし、いいとこ泊まるか、いいもの食べるか、いいもの持つか、何か一つ自分の分不相応なことをやる、一段上のことをやる。そうするとそれに見合ったものになる。そうですかって言っても、低めいところで食べるようにしたんですけどね。じゃあ飲食がやっぱ一番お金が使われる。そうですね。僕ら2回公演だと、もう地方行くと食べるとこしかないじゃないですか。で、僕の先輩でも、見栄を張れなくなったら男は終わりだっておっしゃってる方が、消費者金融に通いながら贅沢してる人。でもね、金は持ってたら一切より欲しいな、やっぱり。でもじゃあ、いろいろ散財されてる中の一つがこの食で。そうですね、これはうちの家庭の影響もあるんでしょう。